ロッキー山脈、ロッキー山脈、ロッキー山脈は北アメリカ大陸西部を北西から南東に走る山脈である。一口にロッキー山脈といっても実際は複数の山地を連ねた山系で、北は北緯60度に近いカナダブリティッシュコロンビア州最北部から南は東京23区とほぼ同緯度に位置するアメリカ合衆ニューメキシコ州の 州都サンタフェの近くまで、その長さは4 8 0 0トルを超える。地質学的には、この山脈は終極運動により形成された終極山脈である。同山脈は、アンデス山脈や日本列島などと共に、関太平洋火山帯に属している。山脈の最高峰は、アメリカ合衆国コロラド州のエルバート山、4 4 0 1ル、である。 カナディアンロッキー、カナディアンロッキーズ、ロチセスコナドアンと呼ばれるカナダ領内ではブリティッシュ・コロンビア州とアルバータ州の宗教にそびえるロブソン山3954メートルが最も高い。全域にわたって植生や生態系が豊かで手つかずの自然が残されている地帯も多く国立公園や世界遺産に登録されている自然遺産も多い。 ロッキー山脈は一般的にはカナダブリティシュコロンビア州のリアード川からアメリカ合衆国ニューメキシコ州のリオグランデ川までと定義されている。リアード川よりも北のユーコンジュン州やアラスカ州、リオグランデ川よりも南のメキシコにも環太平洋火山帯に属する山脈は続くが、それらの山脈はロッキー山脈とは別個のものとして考えられている。このか。 アメリカ合衆国における定義では、ロッキー産経に含まれる産地もカナダにおける定義では、含まれないなど、両国の間で定義に、若干の差がある。ロッキー産経の中でも、比較的若い産地は、白亜紀後期、約6,500万年から1億年前に、形成された。一方、古い産地になると6億年以上前の、先カンブリア時代に、すでに形成されていたものもある。 特にバージェス血岩は、古生代初期の生物化石を多量に含む層として発見され、その成果はこの時代に認識を大きく変えたバージェス動物群。地学的には、この山脈は火星岩と変星岩からなっている。山脈の南部では堆積岩も見られる。コロラド州南西部のサンフアン山地などでは、第三期に形成された火山岩の地層もある。 ワイオミング盆地では何万年にもわたって著しい侵食作用が起こり、それにより山間盆地が比較的平坦な地形に変わった。ティトン山地をはじめとする北部、中部の山地は、古生代から中生代の地が終局、断層を受けて、原生代内市大古代、12億から33億年前のロッキー山脈の核とも言えるヒナリーは、変成岩に被さったものである。 氷河期が180万年前の更新予から1万年ほど前の関心予初期にかけて繰り返し生じ、ロッキー山脈はたびたび氷河に覆われ、最終氷期にはイエローストーン国立公園の90%は氷に覆われていた。また1550年頃から1860年頃までの小氷期にも氷河の発達が見られ、 クレーシャー国立公園内にある氷河は1860年頃に最も前進していた。水は様々な形で現在のロッキー山脈に谷を刻んでいる。山から流れ出した水は火星や故障を形成し、アメリカ合衆国内の水源の位置4を占めている。ロッキー山脈は大陸を大きく分ける分水嶺となっており、ロッキー山脈から流れ出す河川は太平洋。 大西洋、北極海の三つの太陽に注ぐ。ただし、ワサッチ山脈西側の降水は海へと注がず、グレートソルト湖に流入して止まってしまうため、内陸河川となっている。ロッキー山脈を水源とする主な河川には次のようなものがある。ロッキー山脈の気候は中緯度、高緯度の高山性で、気温の年角差、比較差が共に大きい。北部や頂上付近では、 寒帯のツンドラ気候に似た気候を示す。山徳では乾燥帯のステップ気候に属する地域がほとんどを占め、カナダ領内では乾帯の乾帯出順気候に属する地域がある。ロッキー山脈の登録にはチヌークと呼ばれる風がよく吹く。この風は乾燥しており、強いフェーン現象を引き起こすため、この風が吹くと周辺の気温は急速に上昇する。 気温が20度以上も上昇し、湿度は10%以下に下がることが多く、この風が吹くと、周辺の雪が急速に溶けることから、雪食い、スノーイーターの名でも知られる。最終表記の終わり頃、ロッキー山脈の周辺には、パレオインディアン、ペイリオインディアンズと呼ばれる原始のネイティブアメリカンが、住んでいた。パレオインディアンは後に、アパッチ、アラバホ、クーテナイ、クロー、シャイアン、 諸将に、スー、セカニ、デュネザ、バノック、ブラックフット、フラットヘッド、ユートなどの各部族に分化していった。パレオインディアンは山毒や谷でマンモスや古代バイソン、現代のアメリカバイソンより20%ほど大きかった丘で生活していた。また、彼らはその後分化した子孫たちと同様に、秋や冬には山毒や谷に降りてバイソンを追い、 春や夏には山に登って魚を釣ったり、鹿やアメリカアカシカを飼ったり、根菜や消化を取ったりして生活していたとする説もある。コロラド州の大陸分水嶺沿いには5400から5800年ほど前にネイティブアメリカンが狩猟に用いるために建てた岩の壁が残っている。ネイティブアメリカンはこの地で行った狩りによって哺乳類の生息状況に、また焼き畑によって 植物の生息状況に影響を及ぼしたとする科学的証拠もある。その後、長くロッキー山脈周辺は未開の地であったが、アメリカ大陸にヨーロッパ人の入植者が入ると山脈の周辺にも探検家が足を踏み入れるようになった。スペイン人探検家、フランシスコ・バスケス・デコロナドは1540年から1542年にかけて戦士、施設、 アフリカ人奴隷を連れてメキシコからカンザスへと探検を行った。コロナドとその一行はその道中にロッキー山脈の南端、現在のニューメキシコ州の北部を通っていった。コロナド一行はこの地域に馬、金属製の道具、ライフルなどネイティブアメリカンがそれまで使用していなかった道具を持ち込んだ。またヨーロッパ文化も持ち込み、 それまでのネイティブアメリカンの文化を大きく変えた。一方で、ヨーロッパ人たちはネイティブアメリカンたちと戦争を起こし、それまでこの地には見られなかった病気も持ち込んだため、この地域のネイティブアメリカンの人口は激減した。アレグザンダー・マッケンジーは1793年にロッキー山脈を越えた初めてのヨーロッパ人であった。 マッケンジーは山中でフレーザー川の上流域を探検し、同年7月20日にカナダの太平洋岸、現在のブリティッシュコロンビア州ベラクーラにたどり着いた。これはメキシコより北の北、アメリカで記録に残っている最初の大陸横断であった。ロッキー山脈地域で初めて科学的な調査を行ったのはルイス・クラーク探検隊であった。 ルイスとクラークの一行は1804年から1806年に渡っていったその探検の道中、近代植物学者、動物学者、地学者の研究の参考となる標本を多数採取した。ルイスとクラークの探検は、東からのヨーロッパ人にロッキー山脈へ、そしてその先への道を開いたとされているが、実際にはルイスとクラークは、 その探検の最中に少なくとも11人のヨーロッパ人に会っていた。これらの探検隊のほか、18世紀のロッキー山脈には毛皮や鉱物を求めて山を渡り歩いたヨーロッパ人が多数いた。ノースウェスト会社は1799年、現在のアルバータ州にロッキーマウンテンハスという毛皮取引所を開設した。ライバルであったハドソン湾会社もまた、 ロッキーマウンテンハウスの近くにアクトンハウス、アクトンハウスを開設した。これらの取引所は19世紀初頭におけるロッキー山脈地域の探検の基地ともなった。毛川取引所から探検家、地図制作家に転身したデイビッド・トンプソンはヨーロッパ人としては初めてコロンビア側を太平洋まで下る探検を行った。19世紀を下るとさらに急速に変化が進んだ。 19世紀初頭の段階で北49度線より南、現在のアメリカ合衆国領内では白人がすでに数千を占めるほどになっていた。1832年には比較的平坦なワイオミングの南部を通る馬車がロッキー山脈を越えて走った。1840年代には数千人の開拓者がオレゴントレールを通って西を目指すようになった。 1847年、ブリガム・ヤング率いるモルモン教徒の一行が、ロッキー山脈を越えて、グレートソルト湖のほとりにたどり着き、ワサッチ山脈西録の砂漠の中に総本山となる、ソルトレーク神殿とソルトレクシティを建設した。ロッキー山脈の北のカナダと南のアメリカの間の国境線も徐々に確定していった。1818 18年のイギリス・アメリカの二国間協議によって、 ロッキー山脈伊東の国境は北49度と定められ、それより西はオレゴンカントリーと呼ばれる共同占有の土地となっていた。両国共にこの地域を領有したいという強い意志があり、1840年代にはオレゴン協会紛争として表面化したが、結局1846年のオレゴン条約によってロッキー伊東の国境線をそのまま延伸し、 北緯49度を境に北をイギリス、南をアメリカとして分割することで合意に達した。この国境線は現在に至るまでそのまま受け継がれている。1859年、コロラド州クリップルクリリクの近くで金の鉱脈が見つかると、以後はゴールドラッシュに沸き、地域経済の姿を完全に変えた。この時期にはロッキー山脈を越えて大陸を横断する。 駅場車の路線も開設された。1860年4月3日には、当時の鉄道の終点であった、ミズーリ州セントジョゼフからカリフォルニア州サクラメントまで間を結ぶ、即達郵便サービスである、ポニーエクスプレスが創業を開始し、両都市間を約10日間で結んだ。このポニーエクスプレスの営業期間はわずか1年半に過ぎず、1861年10月には、 ロッキー山脈を越える最初の大陸横断電信線が開通したことで営業を停止した。1869年にはカリフォルニア州サクラメントから東に伸びてきたセントラルパシフィック鉄道とネブラスカ州のオマハから西に伸びてきたユニオンパシフィック鉄道がユタジュン州のプロモントリーで接続しロッキー山脈を越える大陸横断鉄道が完成した。一方、 カナダにおいても1871年に大陸横断鉄道は計画され、カナダ太平洋鉄道はキッキングホース峠とロジャーズ峠を改作して1885年に路線を太平洋までつなげることに成功した。こうして開拓が進む中でロッキー山脈地方には次々と新しい州が誕生していった。百七十六年のコロラド州を皮切りにモンタナ州、 1889年、アイダホ州、1890年、ワイオミング州、1890年、ユタ州、1896年が次々と加盟し、ニューメキシコ州が1912年に州に昇格したことで、ロッキー・サンミ地方はすべて州となった。ただし、これら諸州の加盟順が、コロラド州、38番目、モンタナ州、41番目、アイダホ州、 43番目、ワイオミング州44番目、ユタ州45番目、ニューメキシコ州47番目だったことからもわかる通り、ロッキーサンミヤク地方はアメリカ合衆国内でも最も遅い時期に開拓された地域となった。カナダにおいては1871年にブリティッシュコロンビア州がカナダ自治領に加盟し、1905年にはアルバータ州が加盟した。 一方、19世紀も後半に入ると、ロッキー山脈地域では自然環境の保護への取り組みがなされてきた。1872年には世界初の国立公園となったイエローストーン国立公園が設立された。1891年から1892年にかけては、時のアメリカ合衆国大統領ベンジャミン・ハリソンがロッキー山脈に 森林保護区域をいくつも設置した。モンタナ州北部を走っていたグレート、ノーザン鉄道は観光利用を促進するため、沿線地域の保護をアメリカ政府に働きかけ、その地域は後にグレーシャー国立公園に指定された。1905年、セオドアルーズベルトはメディスンボー森林保護区域の指定地域をさらに拡大し、現在のロッキーマウンテン国立公園の領域を そこに含めた。1885年には、カナダ初の国立公園である、バンフ国立公園が、カナディアンロッキー山中に設立された。こうした19世紀中の動きによって、ロッキー山脈地域では、経済開発が始まり、工業、林業、農業に加え、サービス業や観光業、リクリエーションも含む、複合的な経済成長が進んでいった。探検家や、 ケガワ取引商たちが張ったテントやキャンプは牧場や農場に姿を変え、砦や鉄道の駅を中心として町が建設されていった。デンバーやソルトレークシティをはじめとしたいくつかの町はそのも成長を続け、都市を形成していった。大陸横断鉄道もユニオンパシフィック鉄道とセントラルパシフィック鉄道によるものだけでなく、アメリカ北部ではノーザンパシフィック鉄道、 883年とグレート・ノーザン鉄道1893年が開通し、南部ではアッチソントピカサンタフェ鉄道1881年、デンバーリオグランデ・ウェスタン鉄道などが6基300を超える路線を建設した。最後の大陸横断鉄道は北部を通るミルウォーキー鉄道のもので1909年に完成した。カナダにおいては 大平原北部開発のために、カナダ太平洋鉄道線の北に鉄道を設する、機運が生まれ、1914年に、太平洋岸のプリンスルパートからプリンスジョージ、ジャスパーを抜けて、エドモントンに至るグランドトランク太平洋鉄道が開通した。この鉄道が、アメリカ・カナダを通じて、最後の大陸横断鉄道であったが、人口規迫な地域を走ることもあって経営が悪化し、 5年後の1919 19年には、カナダ国営鉄道に吸収され、現在まで存続している。ロッキー山脈は豊富な天然資源を有している。山中で見つかる鉱物には金、銀、銅、鉛、鉛モリブデン、タングステン、亜鉛などがある。ワイオミング盆地などでは、石炭、天然ガス、オイルシェール、原油も埋蔵されている。コロラド州中央部に、 位置するかつての鉱山町クライマックスには世界最大のモリブデン鉱山がある。ただし、町からだはゴーストタウンになっている。モリブデンは自動車や航空機の耐熱鉱、モリブデン鉱生産に用いられるほか、銅との合金がハイブリッドカーやロケットの電子基板に使われたり、機械の潤滑油に添加されて使われたりと、首都が広い鉱物である。クライマックスのモリブデン鉱山は、 約3000人を雇っていた。近年では、避暑地としても発展してきている、アイガホ州の工業都市コダリーンの周辺には銀、鉛、亜鉛の鉱山がある。カナダ領内では、ロッキー山脈沿いに多数の丹田が見られる。しかし、工業は、ロッキー山脈に環境汚染ももたらした。例えば、コロラド州北部を流れるイーグル川の水は、1984年まで、 約100年間にわたって創業していたイーグル鉱山、イーガルメイン、金、銀、亜鉛の鉱山の影響で、ヒソや鉛や亜鉛に汚染され、鉱山周辺の土壌も汚染された。これらの重金属は、鉱山の近くからの春の雪解け水に高濃度に含まれていたのである。この結果、イーグル川などの藻類や仙類、マスの生息環境を脅かした。また、工業のために、 周辺の地価も下がり、飲料水の水質も悪く、リクリエーションの機会も減っていた。ある分析結果では、工業によって汚染された川の浄化には23億ドルを要すると弾き出された。1983年、コロラド州のある沿鉱山のかつての所有者は、川の浄化費用48億ドルをめぐって、コロラド州法務長官から訴訟を起こされた。その5年後、 川の環境は大きく改善されていた。ロッキー山脈周辺の地域では農業や林業も盛んである。この地域の主な農業形態は灌漑農業や放牧である。特に高度差を利用したい牧が盛んである。これは夏には標高の高い涼しいところで家畜を飼育し、冬には山を降りて比較的暖かいところに移ってくるというものである。 ロッキー山脈のふもとでは山脈から流れてくる水が得られるために、館外農業が多くの地域で行われており、中でもコロラド州のデンバー周辺やユタ州のワサッチ、山脈採録は豊富な水に恵まれるため農業が盛んである。この豊かな農業が人口の集中を生み、この両地域に各種工業が立地することにつながった。 コロラド州中部にありロッキーの最六に位置するコロラドスプリングス市にあるピーターソン空軍基地にはアメリカ北方軍北アメリカ航空宇宙防衛司令部空軍宇宙軍団の司令部が置かれている。かつてはこれらの司令部はコロラドスプリングス近郊にあるシャイアン山をくり抜いて作られた巨大な地下基地であるシャイアンマウンテン空基地に置かれていた。1964年に建設された この基地には1966年以降各司令部が置かれており、有事には核攻撃にも耐えられる巨大な核シェルターともなるよう設計されていたが、対テロ戦争には非効率とされて2006年にピーターソン空軍基地へと移転した。バイオミング州が全米50州で最も人口の少ない州であるなど、ロッキー山脈周辺の人口は外して希薄である。しかし、 1950年代から1990年代にかけてロッキーサンムヤク周辺の州ではサンベルト諸州同様高い人口増加率を記録した。特に人口増加率が高かったのがコロラド州という他州で40年間の人口増加率は150%を記録した。この2州にはそれぞれフロントレンジ都市回廊、ワザッチフロントと呼ばれる都市群がある。前者は デンバーを中心に北は、ワイオミング州の州都シャヤンから、南はコロラド州プエブまで、山脈の登録に連なる都市群で人口400万人に達する。この都市群の中心であるデンバーは、ロッキー山脈地区最大の都市であり、連邦政府の出先機関が集中するほか、かつては周辺の平原や鉱山を基盤とした、食肉産業や精錬が栄え、現在では、 エレクトロニクス産業が多く立地している。また、交通の要衝であり、かつては6つの鉄道会社が乗り入れており、現代では空港がロッキー地域のハブ空港として機能している。校舎はソルトレークシティを中心として、ロッキー山脈の精鋭をなす、わざっち山脈祭録に連なる。都市群で人口はユタ州の総人口の8割以上に当たる200万人を数える。 この地域は農業の盛んでないグレートベースン地方の農業中心として成長してきた。この二大都市圏以外では人口数千から数万の小都市が各地に点在するにとどまる。モンタナ州東部のロッキー山中には州都ヘレナ市をはじめ、ボーズマンやビューとミズウラといった都市が点在する。カナダ領内のロッキー登録には ロデオの街として名高く、1988年の冬季オリンピック開催地としても知られる、カルガリーという人口100万人に迫る大都市がある。カルガリーは石油産業を中心として発達した都市で、カナダ西部の大平原地域の中心都市として、第二次世界大戦以降急速に発展した。ロッキー山脈は、東のグレートプレーンズ方面からは、 急速に高度を上げるため、長く交通の障壁となってきたが、1869年の最初の大陸横断鉄道の建設以来、何本かのロッキー山脈を超える鉄道が付設された。現代でもその路線のいくつかは残っているが、旅客輸送は多くの路線でほぼ行っておらず、貨物輸送が主体となっている。ロッキー山脈を超える週間高速道路も何本か存在する。 アメリカ領内で最も北を走るロッキー越えの周回高速道路はワシントン州シアトルからマサチューセッツ州ボストンまでを結ぶ週間高速道路0号線でありアイダホ州のコーダリーンからモンタナ州のミズラ、ボーズマン、ビリングスを通って山脈を抜ける。ロッキーの中央部を抜けるのがサンフランシスコとニューヨークを結ぶ。 州高速道路8十号線であり、ロッキーの再六にあたるソルトレーク式から、ワイオミング州のエバンストン、ロックスプリングス、ララミーを通って、登録のシャヤンへ抜ける。その南を走るのが7十号線で、ユタ州の中央部から、コロラド州のグランドジャンクションを通り、登録のデンバーに抜ける。ロッキー山脈を東西に抜ける、主要道路は以上の3本であるが、 他に登録と再録をそれぞれ山脈に並行して走る2本の週間高速道路がある。週間高速道路15号線はカナダ国境から始まり、しばらくは登録を走るもののモンタナ州で参観に入り、ヘレナとビュートを通過した後再録へ抜け、アイダホ州のアイダホフォールズ、ポカテロを通過した後、ユタ州に入り、オグデン、ソルトレイクシティ、サンディ、プロボといった、 ワサッチフロントの都市群を通過した後ラスベガスへと抜ける。これに対し週間高速道路25号線は完全に登録に沿って走るルートでワイオミング州シャイアンからコロラド州フォートコリンズ、デンバー、コロラドスプリングス、プエブロといったフロントレンジ都市回廊の街を抜けニューメキシコ州サンタフェからアルバカーキへと抜ける。カナダにおいては同国を横断する。 トランスカナダハイウェイのルートが2つ、ロッキー山脈を越えており、主要、ルート、ハイウェイナンバー1は、バンクーバーからカムループス、バンフを通ってカルガリーへ抜けるルート、北部ルート、ハイウェイナンバー16は、プリンスルパートからプリンスジョージ、ジャスパーを通ってエドモントンへ抜けるルートとなっている。天然資源のみならず、自然環境にも恵まれたロッキー山脈は、風光明媚な場所や、 余暇のための施設もあり、毎年数百万人単位の観光客が訪れる。ハイキングやキャンプ、その他の野外スポーツなども人気である。日本人にとっては、新婚旅行の人気旅行先の一つでもある。山脈内には、以下の国立公園がある。グレーシャー国立公園、アメリカ合衆国と、ウォータートンレーク国立公園、カナダは、国境を隔てて接しており、合わせて、 ウォータートングレーシャー国際平和自然公園と呼ばれている。このうち、イエローストーン国立公園、ウォータートングレーシャー国際平和自然公園、カナディアンロッキー山脈自然公園群、バンフ国立公園、ジャスパー国立公園、クートニー国立公園、ヨーホー国立公園、そしてブリティッシュコロンビア州のハンバー州立公園、アシニボイン山州立公園、 ロブソン山州立公園が含まれるは世界遺産に指定されている。冬季にはスキーで賑わう。ロッキー山脈においては、1988年のカルガリーオリンピックと2002年のソルトレークシティオリンピックの2度、冬季オリンピックが開催されている。なお、1976年には本来は、デンバーで冬季オリンピックが行われる予定であったが、住民の強い反対運動によって、 開催権返上を余儀なくされ、この年の冬季オリンピックは、オーストリアのインスブックにて開催された。山脈内のスキーリゾートには、以下のようなものがある。ロッキー山脈の北部カナディアンロッキーには、数多くの野生動物が生息しており、大型の鹿であるエルクですら、バンフやジャスパーなどでは人里にも現れる。無論、小動物であればコロンビアジリスなど埋虚に暇がない。なお、 珍しい動物としては、グリズリー、鉱山の高みに生息している白岩ヤギなどがいる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。